こんにちは。4月26日週刊仮想通貨ニュースです。はい、こちら BTC ドル冷やしです。前回撮影日4月19日は41,000ドル、そして現在は45,000ドルということになっております。前回言ってたのはですね、4時間足にしますけれども、こちらの急落後の返しが弱いと、前回高値抜けてないということで、短期はもう一度下確認しに行くんじゃないかと言ってました。そんでそこら辺に差しに入れといたらうまいこと拾えるんちゃうか言ってたんで、まあ一応的中とさせていただきます。そこからこの上昇チャンネルに従ってですね、上げていくんじゃないかと言ってたんですけれども、おそらくサポートと言ってたんですけれども、ナスダックがこのまま落ちたら落ちるんじゃないかと言ってました。そしたらですね、ナスダックがガーンと、まあこれ日足ですけれども、かなり落ちてきてます。2週間前からですけれども、引き続きビットコイン局面です。先週価格を動かした要因は何か、そして今週どうなっていくのかを予想したいと思います。はい、ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかやったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。そして今はね、 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメと、反対意見などは一切禁止というね、まあ、ある意味言論統制ができてしまいました、そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしております、実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が40本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます、こちらはメルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしてます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしいお話です、特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい内容となっております、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。今回も結論から言いますけれども、現在ですね、ロングでポジション持ってる人はもうこのままでいいと思います、このチャンネルの上限までね、もしかして狙っていける、この5万ドルを突破するまでもしかして持ってれるっていう状況になるのでいいと思うんですけれども、まだポジションがないっていう人はですね、ちょっと待とうかっていう話ですね。今なんでかと言いますと、まあ、ここ4時間足ではね、今下降チャンネルがしっかり出来上がってきてるんですよね。で現在ここセンターラインを抜けてきて、まあいい状況にはなってるんですけれども、まあ、全体的にずっとこの3月29日からですね、1ヶ月ぐらいダウントレンドが続いてるわけですね。でもちろん日足レベルで見るとこういう風に1月24日からの上昇トレンドじゃんと、上昇チャンネルじゃんということなんですけれども、まあ直近ですね、今週何があるかと言いますと、GAFA の決算発表あります。そしてですね、来週ゴールデンウィーク入りますと FOMC があります、なのでちょっとどう動くか分かんないですよね、今までのビットコインは例年だったらもうビッグテックがですね、ノリノリの決算発表してきよったんですよ、なので伸びてた、5月には伸び、5月1週目とか伸びてたんですよね、なんですけれども今回ちょっと分かんないじゃないですか、まあ、ウクライナのこととかがあったり、まあ、半導体がどうたらこうたらあったり、いろんなところで景気悪くなってるっていうのが出てるんで、決算もよう分からんというふうになってますんで、まあ、そこでね、またダメだったらナスダックがガーッと落ちていくと、ここの底割れて落ちていくっていうふうになると、ビットコインもちょっと辛いかなというふうに僕は考えてます、なので今これポジション持ってる人はもうこのままね、株と連動外れてパーッと上ってってくれるかもしれないんで、まあそのまま持ってったらいいと思います、長期の目線でロング持ったんですからね。でも今持ってない人はここで、あ、もう上がってまうじゃなくて、もう一回下試すかもしれないということを考えて、ちょっと、ま、もう引きつけるまで待つって感じですね。どこまで待つかと言いますと、日足レベルでいうこの、こっからですね、4月の14日、2021年の4月の14日からここで、ここ9月の8日、21年の9月の8日で僕は過去のトレンドライン引いてるんですけれども、この青い線がですね、割といろんなとこでサポートになったりレジスタンスになったり、サポートになったりレジスタンスになったりしてるように僕には見えてるんですね、で
ここがですね、もしかしてサポートにまたなるかもしれないということです。現在のところはなっているように見えます。これ4時間足レベルにしてみるとちょっと全然合わないんですけどね、 こんだけ幅あるやんですけれども、まあ、日足レベルとかだと合ってきますよね、うん、見た目で。これとそして上昇のチャンネル、このトレンドラインももちろん引かれている。そして4時間足のこの下降のチャンネルもここで重なっているということで、ここつまり3万7000、3万5000ぐらいまで、このこちらの安値ですね、うん、まで待つ、引きつけてロングして、そして割れてったらですね、週足レベルでいう3週間ぐらい前から言ってるこのフラッグの完成を見ないといけないですよね、はい、ということで暴落を意識するというような感じになってきます。その場合はロールリバーサル、このサポレジ転換でですね、戻りを打っていくという戦略に切り替えなければいけないですけれども、それまではロング戦略いったらいいと思います。まあ、今回ね、決算がどうなるか分かんないんですけれども、うん、ちょっとよろしくなさそうじゃないですか、なんとなく、はい、うん、ってなるとですね、ここをね、これ3月の14日そして2月の24日ここをですね割れてくると、ダウですね、これはですねナスダックです。ナスダックのこのハイテク株に連動しやすいですよね、うん、ビットコインって。で、こちらの2021年3月5日の底値にもなってまして、これ割れてくるとですね、ちょっと長期中長期で、ダウントレンドを意識しないといけないなっていうような状態になってきますよね。この、うん、高安ここで、安値をまた割れてくるっていうことなんで、この間ここの間下げていってもおかしくないっていうことになりますんで、そしたらビットコインもまた釣り安になる可能性が、まあ今のところ高いんじゃないかなと思ってます、うん、なのでちょっと決算発表、そして5月の1週目の FOMC を超えてから、ビットコイン取り掛かってもいいんじゃないかなと思ってます。先生真面目すぎて人笑いも起こっておりません。そうやな、そして僕とゆいちゃんも一言も喋れてません。ほんまやほんまや、ねえねえ、そう なんでこんなに熱く、もうパッションですよ、パッションで。あれ、おやすみなさい。いや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 、なんでよ、なんでよ、夜聞いたらあかんで。あのね、うん、今からね、まあ、ビットコインね、面白いことになる可能性があるじゃないですか、はい、うん、まあ、だから、うん、まあちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、後でボケるとこあるんですけど、ないですないですないです、一個もないんですけど、準備してた、ここじゃないここじゃなかったですね。ちょね、ボケはないですね、ちょっと頑張って当てようと思ってます、当てちゃってますね、はい、今回は。まあ、引き続き月足では弱い状態が続いております。そして今月ですね、もう陰線で完全に引けそうですね。そして週足レベルでいうと一目均衡表の雲、これ割れてきました。3駅逆転が決まりましたに見えたんですけれども、地高線転換線が上向いてますということで、もう一度ですね雲入りを示唆してますね。もしかしてレジスタンスされて、水平ラインもあるのでね、これで、レジスタンスされて下にはたかれるかもしれませんが、そしてちょっと崩れてますけれども、三尊のような形をここで作っちゃうのかみたいなのもありますね。そして、デッドクロス、マックディはちょっと弱い形ですけれども今一応デッドクロスしてます。まあ持ち合いが続くようなことが予想されますね。で、まあ、日足レベルではそこ確認をずっとやってるっていう感じです。若干ヒゲで下が割れていってるので弱含んでいってるっていうようなイメージですね。でマックディで言うとですね、まあ、先週からですけれども強気のヒドゥンが出ております。上昇トレンド継続です。4時間足もですね強気のダイバージェンスが出ております。これは下降トレンドを転換するサインというふうに言われております。で、まあ、これがね決まればこっからだーと上げていけるんではないかというふうに考えてるんですけれども、うん、まあ、ちょっとビットコイン取り巻く環境とか市場取り巻く環境が弱いですよね。
リスク要因がかなり多いんで、まあ、中国のロックダウン、うん、そしてウクライナ情勢ですね、はい、そしてイギリスのジョンソンさんがですね、ちょっとやめさされるんちゃうか、うん、辞任するんちゃうかいうこともありますし、ドル円もなんかようわからんしいう感じで、もうリスク要因が大きすぎる、うん、ということでね、今なんか自信を持って買ってくださいっていうような2週間前のような感じではちょっとないですね、はい、ちょっと待ちましょうと引きつけて、うん、であかんかった時はもう潔く切ってですねっていう、切っても痛くないとこまでポジション持つのを待ちましょうということです。なんでかというとですね、これ月足で言うとこんななんですよ、ビットコインって今ね、2014年です、ここら辺、はい、このここを抜けてからでよくないって思いません、はあ、はい、この幅を一生懸命取ろうとしてるわけですよ今、うんうんうん、ここ最高値抜けてから戻り勝てたらええやんっていうふうに僕は思うんですよね。なるほど、うん、なのでそこまでですねやらんと、まあ、こんなビットコイン今ボラティリティがこれボリンジャーバンドの幅ですけれども、こんなんなんですよ、もう言うたらもうボラティリティがない、動いてない、うん、つまりですね結果的にですけれども、為替やっといた方が良かったやんと、オイルやってた方が良かったやん、はいはい、商品やってた方が良かったやんっていうような1ヶ月2ヶ月やったんですよ。なのでビットコインはあんまり見なくてもいいですわもう、うんうん、ぶっちゃけね、このコーナー終了ですか、違いますけどだから高値抜けてった時、うん、前から言ってますけど6万2000ドルとか6万ドルとか5万ドル超えてとか節目超えて、そして下に割れていった時に売ってく買ってくっていうような感じで、もう間に全然全然良いと思います、まだまだ、うん、まあいわゆる頭と尻尾はくれてやれとか、くれてやれくれてやれ、もうちょびっとだけ、もうちょびっとだけ、もうここのインスティンのさ、このちょびっとだけ抜くだけでいいんだよ本当に、うん、っていうような気持ちでいきましょう。まあほんまやったらね、この4時間足で乗るんですから、うん、ダーッとでっかいトレンド乗りたいですけどね、うん、うん、それが狙える時は狙っていきましょうというような感じですね。でまあ笑うとこないんですけれども笑うとこ全然ないんですけれども、価格に影響したニュースでは笑えるんですね。笑えないんですよね価格に影響したニュース、これです、うん、まあここでですね、アメリカがですねロシアを制裁しました、マイニング企業ね、うんうん、まあちょびっとしたことなんですけれども、まあ、アメリカの一部のマイニング関連の企業を制裁したということですね。でここの要請はですね、オーストラリアで ETF が27日に上場することになりました。おう、うん、スイス拠点の21シェアズ21シェアズっていうんでしょうね、うん、がっていう会社がCBOE オーストラリアに上場すると、はい、ETF 現物 ETF です、うん、だから先物 ETF じゃなくて現物 ETF なんで、現物を取引するわけなんで、はい、うん、ビットコイン市場にとってはまあ良いということになりますね、うん、何の ETF なんですか。あ、ビットコインとイーサリアムの ETF です、うん、なので言うたら仮想通貨持たんでいいわけですよ、大口の投資家は。大口の投資家はですね、ビットコイン暗号資産のようわからん税制とか、例えば自分で保管しなあかんとか、うん、そういうの嫌じゃないですか、はい、これを買うとですね ETF なんで株みたいな感じで、うん、まあ、税金もかかってきますし、で取引ができるわけですね、はい、保管する義務もない、そちらにあるということになるんで、なので ETF っていうのはですね大口が入ってきやすいわけですよ。まあ、ETF って日本語では上場投信って言いますけど、うん、要はETF っていうのは、まあ、言うと株ですから、うん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 、でそこの中身はイーサリアムとビットコイン連動してるみたいなイメージなので、まあ現物、うん、これ今回は現物なので現物持ってるわけですけど、うん、だからビットコイン、今まで欲しかったビットコイン買って、うん、まあ、自分のところに入れ、これと入れたりとか、うん、七福さんがおっしゃって大口になればなるほど面倒くさいし、うん、取られたら終わりやし、そうそう、というのあるけど、まあ、この ETF ってパッケージになってます、うん、でまあ、それを売り買い、普通の株と同じように売り買いするだけでビットコインがまあ間接的に持ってると一緒ですね、うん、ということですね。なので、まあ、かなり強い上昇要因にもなり得るということですね、うんうん、でここからの下落ですね、もう結構いい感じで4万3000ドルぐらいまで上がっていったんですけれども、ひげつけてパーン下がっていきました。で下落に入ったわけですけれども、ここで何パウエルさんが何言ったかっていうとですね、うん、リセッション入りの回避が難しいと、ほう、うん、まあ、リセッションするでしょう的なことを言ったんですね。でこれでナスダックも他の S&P500 もニューヨークダウンもですね下げていったのはこの時です、うん、それに連動してビットコインはダーッと下げていったっていうことです。結局だからパウエルさん次第になったわけですよ今回は、うん、でまあ市場はそういうふうにマイナスで反応したんですけれども、ニュースとかはですねこれはいいことやって言ってますね。 FRB がそれに
を退治するために頑張るってことやからいいことなんだ、ポジティブなんだとか言ってますけれども、うんうん、まあ相場は全然下げてますねっていう感じですね。まあ、リセッション入り、つまり不景気になるってことですか、ね、不景気になるっていうことです、うん、まあこれ避けられないっていうことをですね明言はしてなかったんですよね、うん、今までは。でもどう考えてもそうなるでしょ、はい、ってみんな思うじゃないですか。いろんなことから考えて相場のねプロの相場師なんかはもうそんな世界情勢のことなんかみんな分かってるわけで、うん、もっと一般の人よりねニュースにはまあ目ざとく反応してるわけで、ね、それが織り込まれていってたんですけれどもパウエルさんが改めて言ったということでドーンと下げていったっていうことですね。今週あることはさっきも言った通りですけれどもガーファムの決算発表です。26日にマイクロソフトとグーグルですね、はい、で27日にフェイスブック、メタか、うん、28日にアップルとアマゾンがあります。でここでどうなるかということですね。もうメタになったからガファムじゃなくなりました。ほんまや、うん、え、ほんまや、ファーがなくなった、うん、でガンマもガンマもだ、うん、あなんか大喜利のネタになりそうだな、ね、せんといてそんなに言うてんじゃん、うん、今回ねチャート的には僕はまだあのさっき言ったように上げるかなと思ってるんですけれども、うん、そこまでちょっと今からまだ上げといて FOMC でガンって下げるっていう風にもなるかもしれないしちょっと本当に読めない感じはありますね、うん、まあチャート的に言うとですねここら辺に下がってきた時に僕は買いを入れていきますがちょっとロットは少なくしようと思ってます。ほう、うん、まあ、FOMC がね5月3と4に開催されますけれども 0.5% は上げていくよということが、まあ、確定予選にもなりました、うん、そして資産縮小、まあ、売却っていうことですよねしていくっていうこともだんだん分かってきてます。でそれをですね市場はもう織り込んでこういう形になってるわけなんですけれども、うん、なので織り込んでるのでまあその実際にやったところで何の価格も価格の影響もしない可能性もあるんですけれども、うん、一応まだ下げる可能性もある。逆にねもう発表で上げる可能性もあるわけですよね。あでもパウエルさん、まあ、FRB がまた6月もやりますという高反的なことってまだ下がる可能性もあるよね。うん、5月の 0.5 はもう完全に織り込んでいるかもしれないけど6月のこととかその先のことまだまだ発表されてないですから、ね、サプライズ 0.75 はないんですか。それやったらダメだと思うないと思うよ。ちょっとやる今回。いや何をみんなで 1とか言っちゃうみたいな0.5 じゃなくて1とか言っちゃうみたいなやらないですか。いやそんなことないでしょうパウエルさん。そんなやっちゃわないでしょう。うん、まあでも結局ですね、まあ、FOMC で多分おそらく僕は下げると思ってるんですよ、はい、ある程度の影響あると思ってるんですよ、うん、まあ、で買い場が来るんじゃないかなと思ってます、はい、うん、結局はね七藤さんがボケへんから僕がボケです。すいませんありがとうございます感想でも難しいニュースを分かりやすく面白く解説してくれるのがいいですっていっぱいコメントもらってるのに、分かりやすいよね面白く。ああ、なるほどね。なるほどね。はいはいはい。今から頑張ります。はい。ビットコインもちょっと動き出てきましたよ、うん、ということなんですけれども、これモルガンスタンレーです。まあ投資銀行ですよね、うん。のでっかいやつですけれども、アナリストがですね、顧客向けメモにビットコインが決済手段として今まで受け入れられてなかった。うん、そしてその取引コスト送金コストが高かったことがですね今も変わりつつあるよというようなことを言いましたということです。で今変わりつつあるというのはライトニングネットワークがですね実装されてきてるということですね、はい、うん、だからもうどんどんそのビットコインが送りやすくなってると、うん、まあ、今言うても高いんですよ。海外取引所から例えばビットコインを日本の取引所に入れて、うん、銀行に入れた場合にどんぐらい取られるかっていうと、まあ、その何本送るかにもよるんですけれども、うん、僕この間ね 10万20万円分ぐらいを1回出したんですよ。その時に8000ぐらいかかってたかな。めっちゃ高いよ。あ、じゃあ4000ぐらいかな、うんうん、結局めっちゃかかるなと思いましたね、うん、イーサリアも送金手数料高いしね、はい、だからわざわざリップルとかなんかステラとかに変えて、いや、じゃあ数円なんですよ、うん、みたいな感じで送金してますね。すっげえ面倒くさかった、うん、うん、それがね今やっと変わってきたよ。なんでだからなんで
いやいや、だからなんでそんなわけないやなんでこうやってもらえると思ってる、こうやって、まあいいや、はい、人がボケでもね、ツッコミが弱い、ツッコミ弱い、ツッコミ弱いでね、いや、いつもは結構すごいね、ツッコミうまいんやろ、いやいや、ツッコミで生きてきたからね突っ込んで突っ込んでの人生ですから、どっちか言うと、はい、まだ見えてないなで、うん、ビットコインが通貨として広く使用されるという重要なマイルストーンに到達したよということをレポートで書いているわけですね。で、世界の暗号通貨市場規模は 1.87 兆ドル、うん、ということで、これは大きいように見えますけれども、株式市場はですね90兆ドルだと、うん、そしてこれもだいぶ伸びましたね、2015年とかやったら50兆ドルぐらいやったんですけれども、まあ時価総額増えたからね、うん、まあそれは置いといて、まあ1兆円とかですかね、そうですね、うんうん、で債券は120兆ドルと、うん、まあでかいわけですよ、はい、で金は12兆ドルということで、うん、まだまだ金に比べてもですね、まあ、6分の1ぐらいしかないと、うん、もうないということですね、相当小さいっていうことで、でだからつまりは伸びしろですよねはい、うん、伸びしろがすごいよっていうことを言ってるわけですよ、まあ、真似してくださいよ、え、どんなやったっけしたんじゃないの今、してない、してない、してない、ノールアンスターレンの人が伸びしろ言うと伸びしろやなってでですね、ツッコミもでき振ってもモノマネもできボケもできすいませんね、本当にね、これやから、一生懸命これやからもう兵庫の人嫌やなんでやねん兵庫を、ま、悪く言うな、石宮城県民、県民も一番面白かったらしい、いや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 、だからそんな一言も言ったことないから、ね、石宮城で一番おもろかったの、いやいや、そんな言うたことがない、いや待ってくれ、これ聞いてて全然分かる人少ないで、全国区ね、これ全国区全国区全国言い方古いでですね、うん、ほら見て、ビットコインの決済のストライクっていうところがあるんですけれども、うん、マクドナルドとかショピファイっていうのがあるんですけれども、ショピファイっていうのは e コマース、あのネットで買い物してその決済代行してくれるっていうやつなんですけれども、うん、まあそこがですね、まあいろんなとことこのストライクがですね提携して、うん、まあ近い将来なんですけれども、まだなんですけれども、アメリカ国内の実店舗、レストラン、カフェがビットコイン決済を受け入れられるようになる可能性があると、うん、いうことはこれモルガンが言ってるわけですよ、はい、うん、しかもそのライトニングネットワークやから手数料はほぼいらん、めっちゃ早いって、ビットコインが、まあ、通貨として、まあ、今はもう資産として見られてますけれども、通貨としていけるぞというようなことになってます、うん、前から言ってますけど誰も使わないでしょ、使うと思うよ、持ってる人は使うかもしれんけど、うん、持ってない人わざわざビットコインに変えては使わない、いや使わない使わない、ね、持ってる人がもらったりさ、くれるの、いやいやだから違う何かの対価として、まあ、いやいや何かの対価として、いやいや対価として、はい、ね、ビットコインでいいっつって、ビットコインでいいよっつったら、はい払うわっつって、そんなありえるでしょ、いや円がいいです、円がいいです、え、僕なんかビットコインの方がいいけどね、ほう、うん、全然、フェデリティの関連の企業やと思うんですけれども、ちっちゃい企業やと思うんですけれども、うん、FIS というところがありまして、うん、これ4月初めに USDT で直接決済を受けられる機能を加盟店に提供したというふうに言われてます。これはちょっと流行らなそうですけどね、なんとなく、あ、はい、うん、USDT か、結局テザーはどうなったんですか、テザーは許されているテザーは追及されずに済んでいる、おなんかテザーの弁護士強いか、うん、バックにごつ悪いやつおるかでしょうね両方と思いますすっごい金かかってるはずやからね、弁護士費用だけでも、うん、うん、だから相当な権力が後ろにおるはずやで、あれ、はい、うん、はい、今回は以上になります、まあ、ビットコインもねこういう風に広がってきたっていうのと、うん、はい、なのでそのものとしてはですね、価値はどんどん上がっていってるんだよっていうことね、はいはい、でもまあチャート的に世界情勢的にビットコインまだ下げる可能性があるというお話でございました。
はい、ではね、また来週も7分差のパーフェクトなビットコインのチャート分析と仮想通貨のね、こういろんなニュースもお届けしていきたいと思います、はい、あと冒頭で言ったようにコロナについても皆さんにお伝えしたい大切な情報本当にたくさんあるんですけども、そちらはもう YouTube で一斉なくなってしまいましたので、その情報をお送りさせていただくためにまだの方ぜひメルマガの方登録してください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画をここまで見られてまだ登録しておられない方はチャンネル登録もお願いします。高評価ボタンを押しておやめろしお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Twitter に桜のリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。西宮で一番面白いところなら星野ギリコーナー。ちょっとその出身地言うのやめてもらえるそろそろ。ええやん別に。いえいえ、河内長野は C やろ。C や、あのせや、西宮も C や、 C や、そうや、 C や。何言ってるんですか。しかも住みたいランキングトップのいいところやね。ま、トップなん？トップ今あまり変わられたんじゃん。あ、まあまあまあ。でも常にトップにいるね、なんかいいイメージですよやっぱり。なんでやろな。国境やろ。先ほども言いましたけどね。うん、まあガファムですよね。Google、Amazon。Facebook、Apple、Microsoft、うん、GAFA とかにマイクロソフトで GAFA にマイクロソフトで GAFA って言いますけども、はいはい、もう今 Facebook はメタになっちゃったんで、うんうん、新しい名称をつけてください。え、先あったやんそれ。そんな F を E に変えて M に変えて終わるとかはないと思うんで僕は、うんうんうん、なんか画期的なね。画期的なのね。 Google、Microsoft、Amazon、Apple、Meta。あ、うん、ガファムの新しい名称を教えてください。うん、なんだろう。はい、それこそ分かる人同世代ぐらい。あ、なんかあるんですね。あ、知らんやんな。全然分かんなかったです今。ね、やるならこうやってもらうと思うし。そうやな、そうやんな。すごいダメ出しがすごい。いや、ちょっと違うかなと思って迷いが出ましたね。はい、七藤さん、小学校生の頃休み時間、教室の前に喋っとった人だかりできたらしい。すごい面白すぎて。おーい、おーいって。いやいやいや、今作ってる。おかげはおかげはもうないけど。高校生の文化祭の時舞台で漫才して大爆笑を取ったらしいで。人生3回ダウンダウン再来かって言われたらしい。やばい。いやいや、あれ全部作り話ですからね。本当に作り話です。本当に作り話です。学生時代が黄金期。黄金期だから。いや本当にあの日陰の方で過ごしてましたね、うん、僕は。はい、噂を聞きつけて吉本とかうち入ってくれませんかって言ったらしいよね。あ、いや来たことないわ。来たことないわ。はい、ガファムの新しい名称教えてください。マグナ。これ難しいね。あ、はい、ガファムの新しい名称教えてください。ろくでもない企業群。ここも入ってる。ここでやらせていただいてる YouTube さんもやらない。ごめんなさい、ごめんなさい。ラストいきましょう、うん、ガファムの新しい名称教えてください。ここで爆笑を取って西宮出身っていうことを押していけば西宮ガーデンズさんのイベントに呼んでもらいました。おお。あ、分かった分かった。あ、分かったらしい。ちっちゃい声で分かったって。ガファムの新しい名称教えてください。 AM と FM。 どういうこと。え、ラジオみたいなね、うん、ラジオみたいなね。え、読みたら AM と FM なんて言うの、うん、それ分かった分かった言うてない。それでウケるぞと思った。ウケるとは思わない。きっと同級生優しかったね。いやだから西宮ナンバーワンの称号返してもらおうか。そのいつは全部嘘ですか。嘘ですか。西宮一番おもろかった。いやいや本当でしょ。いやいや全部嘘ですか。はい。
次回も頑張らせていただきますというわけでおまけコーナーで長渕さんの大喜利コーナーもたまにやってますんでね最後までぜひ見ていただければと思います。まだまだチャンネル登録と高評価ボタンで応援もよろしくお願いいたします。途中からスタッフさんがね頭抱えてるからこれどうしよう編集どこ使えんねやろって